フィリップ・ジョン・ウィリアム国は、オランダ、北ブラバント州、アイントホーフェン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、オランダ代表であった。本来のポジションは、攻撃的ミッドフィールダー、または、守備的ミッドフィールダーであるが、タックル能力、状況判断力、チームプレーに優れているため、チーム事情によっては、センターバックや、フォワードなどとしてもプレーした。 本人は一番好きなのは左サイドハーフであり得点することだと語っている。クラブ1970年10月29日、フィリップ・ジョン・ウィリアム国軍は北ブラバント州、アイントホーフェンに生まれた。青年月日はエドウィン・ファンデルサールと全く同じである。2歳の時にヘルダーラント州、アーネムへ引っ越し、子供の頃はアヤックス・アムステルダムを応援していたという。 AFC34 と DCS ザフェナールというアマチュアクラブでプレーし、1988年17歳の時に AG アルクマールに入団してプロデビューした。1990年には SBV フィテッセに移籍したが、デビュー戦となったスパルタロッテルダム戦で右足を骨折した。1992年には怪我が感知し、エールディビジでのご意躍進と、 UEFA カップ出場権獲得の助けとなった。フィテッセ時代には AFC アヤックスが2度も彼の獲得を試みたが、1995年、ディック・アドフォカーと監督が率いる故郷の名門クラブ PSV、アイントホーフェンに移籍した。1995から96シーズンには KNVB カップで優勝し、1996年夏にはヨハン・クライフ・シャールを獲得した。 この頃の PSV やイントホーフェンは DEF やアープスタム、DF アーサーニューマン、FW ボーデビン全連、MF、ビムンクなどが主力として活躍し、FW、ロナウドや FW ルクにリストも一緒にプレーしている。1996から97シーズンには、エールディビジ優勝を果たした。1998フィ f ファワールドカップ後、オランダ人のルイス・ファン・ハール監督が率いる。 リーガエスパニョーラの FC バルセロナに移籍した。1998から99シーズンにはリーガエスパニョーラに連覇を果たすと、1999年夏には DF ・フランク・デブール、MF ・ロナルド・デブール、前年などのオランダ人選手が加入した。ファンハール監督は同郷の選手を多数呼び寄せ、1998年から2000年頃には国有の他に、 デブール兄弟、FW パトリック・クライファート、前年、GK ルート・ヘスプ、DEF、ミハイル・ライチハー、DF ・ウィンストン・ボハルで、FW ・マルク・オーヘール・マルスなど、オランダ人が、数多く在籍していたため、オランイエ・バルセロナや、アヤックス・バルセロナなどと呼ばれた。2003年夏に在籍していた、オランダ人選手は、国有の他に、クライファート、ライチハー、オーヘール・マルス、 DF 序盤にハンブロンクホールストであり、再びオランダ人のフランクライカールト監督が就任した。FC バルセロナでは外国人最多出場記録を塗り替える公式戦通算292試合に出場した。FC バルセロナからは新契約を提示されていたが UEFA 欧州選手権2004の開幕前にフルス PSV アイントホーフェン移籍を決めた。 2004から05シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは MF マルク・ファン・ボメル、韓国代表の MF、ボクチセイ、スイス代表の MF ヨハン・ホーゲルなどと3人の中盤を構成し、準決勝進出の快挙を遂げた。準決勝の AC ミラン戦セカンドレグではロスタイムにボレーシュートを決めたが、最終的には2試合合合計3から3で敗れている。 2004から05シーズンから2シーズン連続でリーグ優勝を果たし、2006年夏には現役引退の可能性もあったが、クラブ側の異流もあって現役続行を決めた。2007年4月29日の SBV フィテッセ戦が PSV アイントホーフェンでの最終戦となったが、この試合で国運はリーグ3連覇を決定づける5点目を決めている。 PSV やイントホーフェンでの晩年は、そのプレースタイルの劇的な変化から、メタモルフォーゼと表現されるほどの輝きを放った。PSV やイントホーフェンとの契約を延長せず、2007年8月15日、アラブ首長国連邦のあるジャジーラと1年契約を結んだ。契約が満了した2008年夏に、現役引退した。 代表 2006FIFA フフワールドカップでの国 PSV、アイント方編での活躍が評価されて、オランダ代表に初招集され、1996年4月24日のドイツとの親善試合でデビューした。同年夏には UEFA 欧州選手権1996のメンバーにも選ばれている。百九十八年までにレギュラーの座を獲得し、フースヒディンク監督によって、 フランスで開催された 1998FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれ、大会中は試合ごとに異なるポジションで起用されている。準決勝のブラジル戦では、左サイドバックのレギュラーであった DF アーサー・ニューマンが出場停止中であり、控えの DF ウィンストン・ボハルでは試合前の練習で膝を負傷したため、国有が左サイドバックとして出場したが、 PK 戦の3番手として PK を失敗して大会からの敗退が決まった。国王自身はグループリーグで2得点という結果を残した。2000年には母国開催の UEFA 欧州選手権2000に出場し2004年にはポルトガルで開催された UEFA 欧州選手権2004にキャプテンとして臨んだ。2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では 中盤の軸として活躍し、予選12試合を戦って受賞を挙げて、本大会出場を決めた。ドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップ本大会では4試合すべてに出場し、大会終了後に代表を退いた。2009年7月25日には、フィリップススタディオンで引退記念試合が行われた。2008年4月、 ベルト・ファン・マルワイク監督が率いるオランダ代表のアシスタントコーチに就任した。2008年夏には PSV やイント・ホーフェンのユースチーム監督に就任したが、トップチームのフーブス・ステフェンス監督が退任して、フレット・ルッテン監督が就任すると、トップチームのアシスタントコーチに就任した。2012年3月12日に、ルッテン監督の解任に伴い、 暫定的に監督へ昇格し最終節まで務めた。2013年5月13日に正式に PSV の監督に就任することが発表された。2018年6月22日、フェネルバクチェ SK の監督に就任した。クラブ、ありがとうございます。